このところ季節外れの暑さが続いています。気温を振り返ってみると、昨日は東京は 30.1 度、大阪は 33.1 度まで上がり真夏日となりました。ではこの先のお天気どうなるのかちょっと見ていきますと、大阪は引き続き気温の高い日続く見込みですから、秋の訪れはゆっくりとなりそうです。そして東京の気温を見てみると、土曜日は再び予想最高気温31度と真夏日の予想です。ただ週明け以降になるとぐっとこの時期らしい気温に戻る見込みですから、寒暖差に注意が必要となりそうです。そして北海道、この季節外れの暖かさは明日までとなりそうです。明日以降はこの時期らしい気温になり、特に日曜日はぐっと気温が下がって予想最高気温札幌で14度ですから、体調を崩さないようにお気をつけください。では明日の全国の天気です。九州や四国地方を中心に雨となり、局地的に雷雨となるでしょう。近畿や東海地方も次第に雨となり、夕方以降雨の降るエリア広がりそうです。関東甲信地方も夜になると雨の降り出すところがあるでしょう。続いてこの先の全国の天気、まずは西日本から沖縄です。四国地方を中心に明日にかけては大雨に注意をしてください。続いて北日本から東日本です。4日は広いエリアで強風となりそうです。沿岸部を中心に強風に注意が必要です。そして北日本の雨のエリアも広がり、土曜日の朝にかけては大雨に注意をしてください。